こんにちは、原町接骨院久松です。今回は気をつけろ、姿勢の悪さが老化を早めるということでお話しいたします。そうです、姿勢と老化の関係っていうとお前何言ってんだってね、あなたお考えになるかもしれないですけど、実はこの姿勢ってあなたの老化に影響するんです。今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは姿勢今すぐ気をつけるようになるはずです。ではお話しいたします。姿勢が悪いとどうなるかというと、まず気をつけ、呼吸が浅くなるんです。そう、例えばあなたはこの状態にして呼吸をしてみてください。そしてこの背筋を伸ばして、どちらの方がしやすいでしょうか。はい、背筋伸ばしてる方が呼吸しやすいはずなんです。そうなんです、姿勢が悪いと呼吸が浅くなっちゃうんです。呼吸が浅くなるとどうなるかというと、酸素吸入量、酸素吸い込む量が減ってしまいます。そうなるとどうなるかというと、あなたは酸欠状態、もしくは自覚がない隠れ酸欠という状態になります。はい、体に酸素が足りない状態になるとどうなるかというと、疲労しやすい、そしてストレスを受けやすくなる、さらには自律神経不調を招いてしまうんです。そしてその積み重ねが老化が早まるという事態になるんです。ですからね、今取っているあなたのこの悪い姿勢、この悪い姿勢というのは未来のあなたを早く老化させてしまうことになるんです。ですから姿勢を今すぐ気をつけるようにしましょう。姿勢を気をつける時のポイントは、肩甲骨しっかり胸を張って肩甲骨を寄せる、寄せた状態で下に下げる、寄せて下げる、この姿勢、これをね常に意識するようにしていただけるといいです。いい姿勢取れるように気をつけてみてください。ということで今回の話もう一度復習すると、姿勢が悪いと呼吸が浅くなる、そうなると酸素吸入量が減少、それによって酸欠状態、隠れ酸欠という状態になります。そしてこの状態になってしまうと疲労しやすい、ストレスを受けやすい、自律神経の不調を招いてしまう、それが結果として老化が早まるということになりますから、姿勢しっかり気をつけるようにしてみてください。そしてこれをご覧のあなたが、もう姿勢気をつけてるんだけども、もう体調が良くない、どうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が戻っていくお手伝いをさせていただきます。そしてあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのは辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世移動して触られるということに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を整えることができるオンライン遠隔整体というのをやっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートで、ご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は、1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。できればライブ配信も参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。